おばさんが亡くなられたっていうところで混乱の中っていうところだったら私の師匠に当たるわけなんですけど、そのプロレスの部分は私が知って、そこでタイミングがビッグバン・ベイダーとハセさんが出てしまったというところで。皆さんこんにちは。木原親父プロレスを話そうぜ in ジャイアント馬場からご視聴いただきまして誠にありがとうございます。では早速ですが本日のゲストの方を紹介したいと思います。鈴木治先生になります。フォト作家鈴木治先生です。よろしくお願いします。鈴木治先生に関してここに詳しく出てますからね。もうすごい人なんだよ。先生はまあ武道館で生演奏したんだよ、素子さんに言われて。生演奏ですか。馬場さんありがとうっていう。ああ、その4月の。ああ、もうこれアウト。はい。スクワットやってていいよ。はい、別に後ほどやスクワットやる。馬場さんが亡くなられて、俺素子さんに何かできないかなと思って、俺すぐ先生に電話した。今後馬場さん亡くなってしまったので、そういう機会に絶対かけなきゃいけないバージョンが出てくるから、先生馬場さんが亡くなった気持ちで王者の魂をやってくれませんって言ったら、もう先生本当1日2日で仕上げて送ってくれて、俺素子さんにテープ渡したので、素子さんがすごい感動されて、じゃあ鈴木先生武道館に呼んでぜひみんなの前で弾いてもらいたいと思って。あ、そうだったんですか。それ先生プロレスの会場演奏、多分デビュー戦ぐらいです。会場ではそうですね。はい。でましてや馬場さんが亡くなられたっていうところで、やっぱり大変にお世話になってる偉い方がね、この世を去られたっていうところの動揺と、あと武道館大勢の方いらっしゃるんでね、まあもう本当に混乱の中っていうところだったですよね、あの頃は。あの時はね、いや、そうですね、たくさんの。ちょうど馬場さん亡くなって2ヶ月半とか3ヶ月。そうですね。4月にあったんだよね。後楽園大会の次の日かなんか、馬場さんありがとうっていうまあ追悼の会を素子さんが全日本プロレスでやったんですけど、なんと先生が本当にあの時は機材何持って、あれは伴奏のミディデータの入った、はい。パソコンと音源と、あとキーボード1台だけですね。だからもう、まあ、ほぼ、シンセサイザーをこう生演奏したような形だった。当時先生緊張されたって言ってました。やっぱり大勢の方の前とかいろんなメディアに出るとかって、そういう緊張も もちろんあるんですけれども、うん、そういったシチュエーションだとか音響機材のリハーサル的なものとか、はい、そういうの一切もうなく、ぶっつけ本番ですよね。生でずっと大学の教授の先生たちが弾かれたんですよね。はい、でそこのスペースがあって、で、私が弾くのはここです、うん、なんていうところで、じゃそれに合う機材を、うん、まあ結果的にもうこんなちっちゃい音源を伴奏用に1個持って、あとはシンセサイザーでも性能で、はい、だからもうリハーサルも何をもう本当に。なかったっていう、まあそういう緊張感もあるし、ジャイアント馬場さんのね、やっぱりこう生でこう接していた人たちっていうのは偉大さがね、もう十分に分かってる中で亡くなられたっていうところで、とにかくもう落ち着かないとか動揺してる中でっていうところがやっぱり大きかったですね。まあ当時はだからその辺からこのビッグマッチからやっぱプロレスのテーマもちゃんとした1セクションの仕事になってくるんだっていうのが、ちょうどそこがきっかけだったんですね。まあだんだんビッグマッチっていうところ、あと後楽園ホールでやる、はい、まあ東京圏内の中継っていうのも、やっぱりこれ音響効果ちゃんとつけなきゃダメだよっていう。はい、まあ時代だったですし、で各選手に曲が、でその前に私が入る前に、はいはい、長州力とか、はい、長州力選手とか星野勘太郎選手とか、はい、レコード会社でオリジナルを作るっていうのがあったんだよね。だからその前にやっぱそういう一回テーマ曲をこう作曲でやるっていうムーブメントみたいなのがあったんだけれども、ちょっとそれが一服一段落しちゃった感があったんですよね。でまあそんなところでもともと私は作曲の方をやりたかったけれども、なかなかプロレスでは機会がなかったですし、他のものでもう作曲の仕事っていうのはやってたんですけれども、他の番組ではもう時々挿入的なものとか、あとビデオパッケージですとか、そういったものっていうのはもう今と同じような関わりでやってたんですけれども、なかなかテレビ朝日の番組っていうとそういう作曲家っていうのは後にできるんですけども、後にやっぱさっき言った「ニュースステーション」とかああいった番組のBGM っていうのも我々作家が作って、それをテレビ局の出版会社、それから TSP の現場みたいな、そういう制度ができるのはそれよりずっと後の話なんです。で一番最初にプロレスもそうですし、ニュース番組とかワイドショーの BGM っていうのも、作曲でこんな風にやったらどうだっていうアンチテーゼも含めて、私はそれをやったんです。まだ制度化してなくて、でその後何年かしてそういったものがちゃんと通常の申請だとかいろんな周りができるようになった。じゃあそれまで先生の作った曲もいろんなのにかかってたんですけど、やっとそういう制度というか管理がされるようになった。そうですね。それでその両国ぐらいからプロレス参入して、最初やっぱりでも先生選曲の方が多かったですよね。そう、一番最初中継に出た時っていうのは最初にもう、曲をただ流すスタッフだったんですけども、イヤーエンド国技館っていうのがありまして、ベーダーと長谷さんがデビューした時、たけしさんがベーダーを連れてきた時、あれが選曲とその現場の音出しっていう最初の初期のそれまではもう選ばれてた曲。そうです。でそのプロレスの部分を私が引き継ぐという形になって、でそこでタイミングがビッグバンベーダーと長谷さんがデビューしますよというところで、長谷さんとベーダーの曲は選曲をしたのが最初。じゃあ長谷さんの曲をこんなにしたの先生だったんですか？当時はね、かなり苦労したんです。まだねハサミで編集する時代だったので、テープを2台並べてね、バイアスをかけてダビングをする編集と、1台のテープレコーダーでハサミを入れて切ってテープで留め、スプライシングで留めるっていう、職人芸なんですけどね。長谷さんの曲だったら1日がかりじゃないですか。かなりやっぱりね、ああいうテレビ局のキー局で生放送とかやってるスタッフっていうのは、とにかくもうその時間で仕上げなきゃならないっていうので、ゆっくりじっくりやってる時間ってないんですね。なのでじっくりゆっくり早く正確にっていうのがもう当時言われてたことなので、ツーハートって曲は歌物でなかなか編集できないからみんな手出さなかったんだけど、でも絶対にいい曲なんでっていうところで、ちょっとハサミを入れたんですけれども、つながりにくい曲の構成ですね。でもその辺長谷さんが黄色いコスチュームになってから特にすごくその演出を自分でやってくださったりとか、あとベーダーはやっぱりもう曲に合わせて、最初から SE から始まってて、で宇宙っぽい音もちょっと入ってるんですよね。ピューみたいな、そうですね。あれはちょっとベーダーっていうのは名前の通り甲冑かぶったりだとかね、最初はマスクだったですかね、いろいろそういうイメージでやろうってコンセプトだったんですけれども、宇宙っぽい曲ですよね。ちょっとねやっぱり最初飛躍しすぎていたというのと、最初のデビューの時のマスク剥いじゃったりとか、その前に長州さんの猪木さんの試合のこの組まれ方とかでちょっとあの後暴動が起きちゃったみたいですね。なのでなかなかちょっと定まるまでっていうのは大変だったのかもしれないんですけれども、そんな中でベーダーもだんだんもう認知されるようになった時も最強外人になって、で長谷さんもデビュー戦で、IWGP のチャンピオンになるんですけども、その後着実にスタイルを固めてっていう、やっぱりちょうど節目だったんですね。先生の方でなんか PR なんかあるんですか？紙持ってきて。あ、いえ、この紙はねカンペなんですけどね。じゃあいいですか、いいですか。またなんか新作を出すとか。この度ですね、私のベストアルバムの方を CD の方を出させていただきます。出すことが決定しました。その辺の情報もこの辺にこうぜひ私のデビューというか最初の曲から最新のジェイクリーンの曲まで入っておりますので、ぜひ聞いていただきたいなと。このチャンネルでもね PR していこうと思って。おさんが本人自身で選曲したいって言って。お互いに冷静に話してはいるけど心の中じゃ何言ってんだ、じゃあいいよなんて私も言い、じゃあいいです分かりました、じゃあ船木さんいろいろロッパ行く強くなってくるからってじゃあねテーマ曲はどの子のって話はじゃあオリジナルでねなんて言って帰ってきたら用意しとくねなんてそういうもう旅立つ時はそういう話よね。